わっさっ、いや、ピマラです。はい、ということで、今回ですね、カールが、なんと、もう来たんじゃないでしょうか。今、確認します。はい、来ました。アンロックされてるというか、もうリリースされたんでね、今からカールが出るまで、ブロストボックスをね、引いていきたいなと思います。ということで、やっていきましょう。いいですかね、もうやって。あ、もうこれね、この前買うのをやめたんですよね。はい、ということで、引いていきましょう。いきます、ポチッと。さあさあ、セールが来てても、カールが出るまで帰っていく。さあ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 、おっと、これは来るんじゃないの？カールが出るまで引き続けること何箱、まあまあいっぱいにあるんでね、自分もエメラルドは大事に使おうということに決めたんでね、はい、セールが来ても買いませんという形で当たるまで引くというのが YouTuber のなんて言ったんですね。どんぐらい出るかなこれ。まあ、カールって先行プレイ自分やったんですよ、レイジ行った時に。全然強くないマジで強くなくてびっくりした。はい、なんでだからどこで取り上げるのかなって感じなんですけど、なんかリロードっていうかさ、あと弾薬っていうのは1個しかないの、ゲージが。あれが1個しかないから、ブロストライカーがなんか弾蹴るときに消費されないらしくて、わかる？言いたいこと。普通リロード消費みたいな感じになるじゃないですか。そのゲージ。ゲージ消費されるんですけど、カールは消費されないらしくて、なんか、はい、だからそのブロストライカーでワンチャンそういう技があんのかなって感じですね。例えばなんだっけ、キックしてその味方敵に渡すってのを連続でやるみたいな、そういうのもバイクが走ってんな、まあそういうこともブロストライカーではできるんじゃないかと。カールはね、それがね一番まあ強いかなって感じですね。まあ、あとはなんか先行プレイでやった時に2ターンに勝てなかった距離感の問題でもないと思うんですけど、ファルチェの斧みたいなのがめちゃめちゃ遅かったの。移動スピードも遅いし、どうしたこいつみたいな、やばいんじゃないのみたいなぐらい弱かったんで、バトルロイヤルだとちょっと厳しいかもしれないですけど、あ、まあ使ってみますね、とりあえず当たったら、まあ、出るよ、さすがに出るよね。いや、こっち引くんじゃない、こっち行くか、こっち引きますわ。ブロスタボ、何これ、こんな高速でビッグボックス引いたことないんだけど、俺ビビる、マジ何こんな高速でビッグボックス引いてる人おる？コイン出て終わりよ。何これ、何個や、あと本当に出んのこれ、出ないことある？え、あるや、売ってるよね、今売ってるんだよね、売ってるってことはだよね、出るってことだよね。え、マジ、まさかエメラルドでメガボックス買うときが来る？ついにヤピマル貯めてたブロスターボックスなくなる説濃厚じゃね、なんかスーパーレアでしょ、出ないってある？渋な、本当にガチャじゃん、本当にガチャって感じ。お願い出て、早めに出てくれ、お願いします、お願い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 。この前は買っちゃって、みんなにちょっといろいろ言われちゃったんだね。お前は YouTuber やからそれやーって、あーいいな、もうガチャで引かないのはもうやばいみたいなね言われたんで、今回ねちゃんと引いていくんですが、大丈夫これ本当に、アップデート来てるとかない？そんなことはないかな。200まで引いてちょっと様子見ますね。200まで引いたら絶対200まで出ると思うんですよ、俺の中で。200まで出なかったらヤピマルアップデートしてない説とかね、多分ツイッターの方とかちょっと確認したいんで、ちょっとお待ちください。出ろ出ろ出ろ、カール出ろお願い。え、こんなね、あれなの、こんな、お願いカール出てくれ、お願い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 だからカール出て、お願いだからカール出て、え、こんな出ないの、スーパーレでしょ、もっと早く出るはずなんだけどな。頼む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 、から出てくれ、お願い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 します。こんなに引くもんなの、カンストさせたいんだよ俺早く。え、ちょっとツイッター確認しようかな、一旦ちょっとツイッター引きながら、ツイッター、いや、ちょっとツイッター確認しますね、どんな感じになってるか。カール出たんじゃないのっていうのをちょっと確認します。カールブロスタカール、あ、いや、ブロスター公式の方からちょっと見ますね。で、カール出たんだよねっていう。カール出た、出てるよね。ブロスターカール。ブロスターカール。出た人おるかな？カール。あ、みんな買ってんの？そんなことある？カール、カール、カール。引いてて全然出ないよね。カール、え、登場、あ、でもカール、登場してるからね。
出るっぽいっすね、多分買ってるんで。なんでこんな出ないんだろう。お願いだから出て。カール、カールお願い。カールおじさん、カールおじさんの空、空飛ぶ船、カールおじさんの空飛ぶ船、お願い。全然出ない。スーパーレアなのに全然出ない。どうしよう。レジェンドより出ない、レジェンドより出ない。そんなことある？お願い。早めに出てほしい、早めに出て、お願い、本当にお願い。ちょっと連打しますわ。もう俺の、超連打。おぉ！え？え？え？何？え、なに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 ？え、え、え、え？え？え？いつ出た？は？え、いつ出た？連打、そんなことある？え？ちょっと待って、あの編集するときちょっと巻き戻しますね。いつ出た？嘘だろ？え、俺連打早すぎ、これ。これ連打早すぎた？は？もう急にパワーポイント持っててびっくりした。ちょ、編集しますわ。まあ、あの、カンストさせます。はい、ありがたく。カールカンストして、まあ、使っていくっていう動画。これ連打早いよ、俺。こんな連打早いのある？目チカチカしますか、これ。やめますか？申し訳ない、なんか。やば、ビビった、俺。なんか変なのいるなと思ったら。連打早すぎよ、俺。レベル今どんぐらい？あ、もう6か。割とすぐだな。いや、ビビったー。とりあえず、カールのこれが、ま、緑色になったら、俺、連打早すぎた。あ、めっちゃ目近く、チカチカすんな、これ、俺の連打。連打早いな。いや、ビビった、マジ。そんなことある？オッケー。一回一回これやっていきますわ。で、7やん。あ、マジか。なんかちょっと逃したな。編集でいいのあったらちょっと見つけときますね。いやー、マジか。それも連打するかって感じあるね。いつ出たよ、マジで。本当に。ビビるわー。でも多分1個前出てんだよね。あのパワーポイントが出る前の。マジか。なんかすいません。あの、また失敗した俺、新キャラの時の。やば。まあまあまあいいか。いやー、反応もっと、うわーってなる予定だったのに、みたいな、逆に。ボックスにおるみたいな感じだったね、今ね。はい、ということで、カールね、乾燥させるまで、ちょっと皆様雑談にお付き合いください。はい。いやー、てかね、先日ですね、あの、百姓と、百姓顔出ししたの皆さん知ってると思うんですけども、百姓と山田さんとね、あの、旅行っていうか、その、ホテル泊まって、動画をね、めちゃめちゃ撮ったんですけど、その時にね、あの、まーちゃんのね、あの、自分のすごい仲いい人がいるんですけど、その人の話題になって、まあ、みんな知らない人はもう、まあ、あの、動画で出てくると思うんで、あの、その時は楽しみにしておいてくださいなんですけど、その、まーちゃんの話になって、すごい詰められたんですよね。で、自分が、すごいいじられてんのに、なんか山田さんと百姓、なんかすごい言ってくるんですよ。言ってくるのに、俺いじられてんのに、なんか楽しいってずっと言ってたのよ。そしたら、もういじりがいがなくなるからやめろ、みたいな。ド M か、みたいな。おかしいか、みたいな感じでめっちゃ言われて、お前おかしいだろ、みたいなね。ずっと言われたりとかね。してて、まあ、めちゃめちゃ楽しかったですね。なんか百姓の動画撮るときに限って、あの、俺と山さんね、山さんちょっと熱くないですか？アイス買いに行きませんか？みたいな。で、百姓が、おい、ちょっと待てよって、俺の動画の最中だろ、適当すぎないかみたいなことをね、言ったりとかね、結構長いんですよ、俺ら。で、本当に山さんジュース買ったりね、して、めちゃめちゃ面白かったですね。で、百姓は寝てなかったから、疲れてね、寝ちゃうとかね。まあそういういい部分もありながら、いい部分ってなんだろうね。まあまあちょっとカールをね、乾燥させていきたいなと思いますと。まああとね、これ結構まあみんな知らないと思うんですけど、まあどっかでね、あの面白いイベントあるんでね、ぜひともね、今月中に。今月のどこかで、あの面白いイベントがね、あるんですよ。まあこれあの多分、公式さんの方から、まああの、情報が出ると思うんで、皆さんはそれ楽しみにしてください。自分はここまでしか言えないです。何があるとかは言えない。いついつ何があるとか言えないけど、あの、今月中に、まあ、公式さんの方でね、あの、面白い企画があると思うんで、ぜひとも皆様見てください。はい。ここまで言っても怒れるかどうかわかんないけど、まあね、なんもね、今多分情報が流れてないと思うんで、はい。楽しみにしてください。すごい企画なんで、これ本当に。ブロスタ界絶対盛り上がるでしょ、みたいな。何？何今のブロスタのボックスの開き方。よくわからんわ、俺。いつ出た？マジこいつ。本当に。
ひっそり出てくんなよ、本当にカールよ。ビビるわ、マジで。今、8レベスかね。あれ？あ、乾燥した。はい、オッケー、スタッパー出します。うわ、めちゃめちゃ試したのにな。スタッパーは絶対連打しない。もう、出るの待ちます。お願いします、スーターパー、スーターパー。だいぶ引いたの、俺。だいぶ引いたな、スーターパー、スーターパー。サバカの方でもちょっとカールはね、出したいっすね。スーターパー、スーターパー、スーター、スーターパー、ヘイ、スーターパー、ヘイヘイヘイ、スーターパー、ヘイ、おーい！めっちゃなんか懐かしい、このスーターパワー出る感じ。スターパワー力投げ？わかんないけど。彼の投げるツール端が加速し、より早く飛び、より早く戻って、スターパワーなしの時使ってないけどね。はい、ということで、300ぐらいかな。300ぐらいで出ました、カール、カンスト。うん、どこ行った？とかでちょっと使ってみますか。行きましょう。バトルロイヤル。おし。初プレイでございます。なんかツイッターで、カールね、行ったら自分とそのマーちゃんって人とね、じゃなきゃあげれないっていうその縛りプレイをやろうとしたんですけど、まあ300リツイートまだ行ってないんでね。やべ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 、見てください、このリロードのところ1しかないんですよ。攻撃力割と高い説で、カンストしてるんで自分は。あ、これ取るのすごい楽そうっすね。あ、いいね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 、いいじゃんいいじゃん。でウルトがおお、強くない？え、待って、ワンチャン、めちゃめちゃザコいと思ってたのに、ワンチャン、強い強い、火力高い火力高い火力高くない？ちょっと待って、負けたけど、か、いや強い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 強くない？もう一回行こう。え、待って、強いんじゃない、これもしかしたら。残りのトーク見た俺、6000っていう。やべえ、溜まりすぎ。やばくない今の。めっちゃ強いな。火力バカ高いじゃん。これしかも1個だから、しっかり狙って撃つのが、まあ常識って感じですかね。いや、マジ強い、今の火力。あ、戻ってくる。あ、これね、こうやってやると戻ってくるの早い。わあ、そうだよ。跳ね返りするんですよ、これ。だから、壁際でやるほど強いんですよ。遠いほど、ほら、こうやってやると戻ってくるの早い。あー、やべ、使い方学んだわ。こうやって、壁のとこじゃないと戻ってくるの遅いんですけど、壁のとこに打つと戻ってくるの早いんですよ。だから、それを活かしてあげると、壁際で戦うときめっちゃ強い。ほら。いけいけいけ。強くない？ワンチャン強い。でこの壁をね、しっかり使ってあげることで、リロードがね、自分の方が早いんですよ。ああ、そういうことか。よいしょ。強いな。強いな、おい。ああ、使い方分かったー。あ、でもレオンには絶対弱いですね、これ。そんなことなかった。ツルハシが戻ってこなくても強いな。バイクブンブンうるさいけどな。いや、でも体力微妙いな、これ。連射したいときは、あ、死ぬな、これ。いや、わかったわかった。皆さんわかりましたね。壁に当たると反射するんですよ、このツルハシって。だから、壁に挟んであげると、かなり火力出る。ああ、もしかしたら使い方によってかなり強いな。はい、という今回ね、カールをね、乾燥するまで出し、引いて、乾燥して、さらにね、体験というか、プレイしていくっていう動画ですけど、結構よしね、いい感じ。分かったことは、まあ、ツルハシがね、戻ってくるんで、壁際でね、ポンポンってやることで、かなりのね、連打できる。連打っていうか、もう高火力ね、打てるって感じでね、いい感じにカールを使いこなせるときが、なんか特徴的だね。あとね、必殺技の火力がバカ高かった。うん。なんで皆さんもぜひともね、使ってみてください。ということで、今回こんな感じで終わっていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いいたします。皆様、それではだ。